人気アーティストが SNS でつぶやいたこの音楽を聴け。続いては、聞きます、聞いてください。スタジオジブリがハートを送った。そんなことあるんですか。それはそんなことあんの。フランス人歌手ホム。彼女のいつも何度でもが美しすぎると話題に。呼んでいる胸のどこかを受け、いつも心踊る夢を見たい。悲しみを数えきれないけど、その向こうできっとあなたに会える。日本の歌が海外でカバーされて話題になるケースは他にも。それは今から43年前に発売された松原美樹「真夜中のドア Stay with me」。この曲が2020年に突然 Spotify グローバルバイラルチャートで18日連続世界1位を獲得した。そのきっかけとなったのが、インドネシアのカバーモンスターことレイニッチ。レイニッチは他にも、もっと聞きたい、昭和の名曲から YOASOBI まで50曲以上カバーしていて、 YouTube の総再生数は1億6000万回を超える。